全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。タック TV の実写チャンネルということで、今夜もどうぞよろしくお願いします。さあ、今夜すごい怖い回ということで、まだまだ夏は終わらないぞということで、ホラー回なんですけど、そんなアシスタントの方紹介したいと思います。この方です。はい、どうも皆さん、こんばんは。どうもどうもの、もうどうどうでございます。どうも、アシスタントのガンジ横須賀でございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、よろしく。最後なんか第二営業部みたいなペーペーぶりはね。でしたけど、急に。ね、いやー、これシンプル怖いということで。はい。やっぱシンプルに怖い方っていうのをちょっと、はい、今回ゲストにお呼びしたいので。シンプルに怖いな、この方はね。ちょっと画面の端にはちょっとモザイクがかかってる状態なんですけど、はいはいはい、シンプル怖いって言ったらあの人だろうということで。そうです。この方をお呼びしました。はい、トシボーイズの林さんです。どうも、トシボーイズの林康弘です。お願いします。お願いします。お願いします。アシスタントうるさいな。ずーっと。まあ、いいトスを。多分ですけど、歴史上初のヒゲズラアシスタント。こんなヒゲのアシスタントないよ。確かに濃いよね。アシスタントにしてはね。濃いですよ、あなた。確かに濃すぎだわ。ごめんね。あんまりヒゲ気にしたことなかったっすけど、確かに。言われてみたらそうですよ。こんな汚いアシスタント。花を添えろよ、番組に。アシスタントは。まあ、ほんと水着ギャルとかね。そうそう。まあ、確かアイドルとかね。グラビアにね。新しいの挑んでんですよ、新しい。見ちゃうよ。一回だけ髭剃ったことありましたよね。あった。あれが、だから、ルポ田中さんが。ルポ田中さん事件ね。ルポ田中さん事件の、後日動画。ルポ田中の話。いいんだよ、もう本当に。ここ、こんなとこで言うな。異常に反応するんですよ、ルポ田中。なんでなんすよ。いやいや、もういろいろね、あれだけじゃない、その、もうあれはもう氷山の一角というか。もっとこの、なんかこの、いびつ関係性、いびつな関係性とかいびつな人間関係があって、俺の方はないんだけど、いろいろその多方面でね、そうそうそう、そうなんすか。じゃああんまりいじんない方がいい。こんなとこでルポ田中の名前を出すなってしきりに言い張るので、この方はそうなんですよ、本当に。その時にヒゲ剃って出てましたけど、あまりにも清潔感ありすぎてね、コメント欄が全部そっちでしょうね。ちょっとヒゲ剃ろうかなみたいなのはないんですか。まあもちろんあるんだけど、なんかイラストをさ書いてくれてる人がいて、でガンジーさんヒゲあった方があのポイントってなるからヒゲあった方がいいですよっていうアドバイスを聞いてるんだよね、俺は。そうなんですよ。そうそうそう。だからどっちがいいのか悪いのかもどっちでもいいというかね。被写体としての地元ったってことですよね。そう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 、そうなんですよ。すごいな。あの覚えやすいという。あ、確かにね。もともとはヒゲを生やしてたんですか。もともと生やしてた、ずっと十何年。なるほど。でもほらロン毛でヒゲだったからみたいなとこないですか、このセットとして。今って坊主でね、坊主でそうなって、受刑者ですもんね。完全なる受刑者。確かに。この受刑者という後が合うね、また。受刑者でしょ、あなた。違うけども。確かに。違いますけど。平尾容疑者みたいですね。流通容疑者が、まあ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 。流通から脱走して、すっごい逃げたいですね。そうそう、すっごい逃げたい。すっごい逃げたい。平尾容疑者の写真確かに。ニコニコじゃないよ。言い返すよ。そうかなって思っちゃうから。まあ本当になんか。だからちょっと髭剃るのもちょっと検討していくかもしれないですね。確かに。ここに来て変わるかもしれないし。ガラッと、マイナス10歳ぐらいになりますよ。若く。なるけな。なるけな。知らねえよ。まあでも、リンカーン。リンカーンは大統領選で髭剃って綺麗にしたんですけど、髭生やした方がいいですよって言ってちっちゃい子からお手紙もらって、あ、じゃあ髭生やそうかしらって生やしたら顔を覚えられて、そのまま大統領になってるんで。なるほど。だからポイントとしてやっぱり何か髭を生やしたりして覚えてもらうっていうのはいいかもね。そうなんですよ。だからリンカーンの髭って結構もうもじゃもじゃーってしてる。こんな感じでしょって。もじゃーっていくかっすよね。ああ、もう本当に。はい。もうテロリストみたいな感じで。あ、そうですね。アルカイダ系のヒゲ。なんだアルカイダ系のヒゲって。系ってなんだアルカイダ系のヒゲ。そうですね。なんとなく分かる。まあ、その辺できたらね、いいなと思います。確かに。ちょっと見た目にもちょっと。そうだね。キャラ的なのつけていくのもいいかもしれないです。いいでしょっていう。男前ですしね、なんかね。そうなんですよ。ちゃんとしたら。俳優顔。そうそうそう。本当にそう。長瀬智也くん似てる。おー確かに。似てません。長瀬智也似てる？確かに言われたら。あ、そう。あ、そうかい。おう。おうおう。じゃあ、ちょっと、バイク誰か買ってくれよ、本当に。今、ちょっとバイク、確かに。今、バイク、原付乗ってるから、安い長瀬くん。
安すぎるっす。ジェネリック長瀬くん。確かに、だからこう、それを挑発で結んで、ね、結んで、ね、あ、そうね。確かに。で、アメリカンに乗って、乗って、かっこいい。めちゃくちゃいいっすよ。それはちょっと目から鱗です。っかっこいい。確かに、それいいっすね。ちょっとそこ目指していきましょうか。ちょっと行きましょうか。はい。まあ、そんな、はい、シンプルに怖いということで、うん、シンプルに怖い話集めました。お今日はこれをちょっと、あのゲストの早瀬さん。いや、もう早瀬さんがいたらね、盛り上がるんじゃない、これ。もう、なんの、今ってほら、怪談とか、都市伝説もそうですけど、はい、ちょっとひねった話がもうたくさんあるじゃないですか。確かにね。はい。うん、でもやっぱり、どの時代もやっぱシンプルに怖いものがやっぱり一番いいというか、ストレートでね。確かにそういうこと。まっすぐ怖いやつ、はい、ちょっと今回集めて。おー、いいです。よし。これは夏の酷暑を乗り切っていきましょう。はい。企画でございます、ね。いい企画だ。早速行きましょうか。はい。救急さんですね。ありがとうございます。2年くらい前に友達が車の免許を取ったからドライブに行こうと言ってきたので、友達5人で夜にドライブに行きました。どこ行くとなり心霊スポットに行くことになって、地元では結構有名なトンネル型の心霊スポットに行きました。過去タックさんに都道府県別心霊スポット紹介していただきました。あ、はいはい。ナビで近くまで行ってから手頃なところに止めてトンネル内を歩こうとなっていたのですが、トンネルに近づいていくほど街灯や家屋は少なくなっていき、木や竹が目立ち始めたあたりで反対車線に K1 のエブリーが止まっていました。フロントライトと室内灯がついていたので結構目立ってました。車内には2人ほど見えたのですが、その様子がちょっとおかしく、侵入した時は結構離れていたので分かりにくかったのですが、金髪で顔が真っ白で目の部分だけ真っ黒のギャルみたいな人が2人いました、はい、さらにその2人はあるポーズを取ったまま微動だにしませんでした。運転席のギャルは目の前を指さし、ちょっとやってください。助手席のギャルは少しうつむいた状態で静止していました。ほぼピンポイントやな。もう一本出せばな。ほぼピンです。ほぼピン。ほぼピンってない。こんなになってる。ちょっと一回戻そう。戻そうか一回。話入ってこない。話入ってこない。せっかくずっとピンポイントギャルがよぎっちゃって。運転席以外の4人が、うん、あれ何言ったら、だんだん近づいていくと、助手席に座っていた友達が突然、あれマネキンやと言って車内がパニックになりました。普通にその車の横を通り過ぎた後、あれ何やったんと全員で話しながらトンネルの前に着いたのですが、助手席の友達が絶対に降りひんと言って車でトンネルを通過することになりました。トンネル内は特に何もなく U ターンしてトンネルを出ると、運転席の友達がエブリーの場所に戻ってちゃんと確認しようと言ってきました、うん、確かエブリーのあったところはトンネルから 300〜400メートルほどの位置でしたが、来た道を戻ってみてもエブリーは見当たりませんでした。2車線しかなくライトもつけており、結構目立っていたので見落とすことは絶対ないのですが、いくら見回しても見つからず、結局ここ結構有名な心霊スポットやから、近くに住んでる人が前の座席に変なマネキンを置いて肝試しに来たやつをビビらせてたんじゃないと結論付けてドライブ終わらせました。しかし1ヶ月後くらいに助手席の友達と2人でご飯を食べに行った時に、うん、俺あの時マネキンやって叫んだけど多分マネキンじゃない、遠目に見た時はなんとなくマネキンかと思ったんやけどと言われ、トンネルのことはもう特に気にしていなかったため、じゃあ何やったんと軽く聞くと、わからん、普通に人やとは思うんやけど全く体も動いてないのに目だけ動いてたからめっちゃ怖って、とっさにマネキンって叫んでもうた。助手席の友達は他のやつより結構はっきり車内が見えていたらしく、顔は白タイツのような感じで、髪型は平成のギャルのような金髪のカツラ、目は黒く広く塗りつぶされていたが、よく見れば白目がわかるといった感じで、当時は怖すぎて話を広げたくないから黙っていたらしいです。ですがあの日以降特に何かあったわけでもなく、特にオチもないですが、トンネルに行った後の数日は電気を消して寝るのが怖かったですということでございます。すごい話。結構いい話ですよね。いい話です、ね、いやこれ怖いですね。なんかマネキンっぽいっていうのが怖いですね。なんか、うん、でもなんか、何だったんかな、どっちなんですか ね。いやだから意外とそういう癖の人っているじゃないですか、うん、そういうマネキンとかいっぱいこう連れて行きたい、そういう人がこう人がいない人気のないところにこう連れて行ってた可能性ありますよね。あるな。だから林さんもね、あの呪物の人形をこうめでてるわけじゃないですか。めでてますね。だからそういうものに対してこの人と同じぐらい愛情が湧く人ってやっぱいるわけじゃないですか。そうですね、うん、で魂入れてくるっていうかさ、だからそれの可能性もありますよね。なんかなんかわかんないですよ、心霊スポットをなぜかわからず次来る人のために怖がらせるためになんかパワーアップさせようとしてるのが、なんかマネキン掘り込んだりとか日本人形置いてみたりとか落書きしたりとかメッセージ書くと結構いたりするんですよ。確かに、うん、でもトンネルでそれってあんま見ないんですよね。そうそれやとはありますけど、
物増やすってあんまりないからな。私でしかも車の中ですからね。そうなんだ、ね、車の中で車もなかったなくなってるって言ってるから。だからもしかしたらその本当にタイツかぶった窃盗団とか怖くないですか。なんかエブリィの窃盗団飛んでる。そうそう、近くで写真に映らないようにみたいな。あ、そのパターンもあるか。あれ知ってます、あの新宿とかに現れるあの女装したパンパンのタイツ着てカツラかぶった女装なんです。目がもうグリッとしてて、これ女装なんですよ、男性。自転車乗ってる人それ。いや違います。違うか、はい、それ気になる。誰じゃあ見たことあるんだ、見たことありそうな気がしたからさ。ありそうな気がした。そんなさ女装してローソの話してるのありそうな気がするってどういうこと。マイクロさんと外せよ。特殊な外しちゃって特殊な文法を使う。ちょっと文法使いはるから古い日本語。そう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 、すごい怖い。でも、うん、僕近くはないんですけど、埼玉の、まあ、ある場所なんですけど、はい、そこをドライブしてた男性とやり取りしていて、なぜやり取りしてるかっていうと、ドライブ夜中にしていたんですけど、あるものを見たって言うんですよ、うん、でそれで動画も送られてきて、うん、見てみたら白装束で日本刀振るってんですよ。怖っ。そう、あの田んぼみたいなところで急にうーっと持ってて、で1時間ぐらいかけて戻ったらまだいたって、これって何ですかねって言われたんで、一応役所にも連絡したんですよ、はいはい、もしかしたらそういう団体がいて夜中になんか振るったりとかしてるのかなと思って聞いたんですよ、うん、そしたらもう全くそういうのはないし、初めてそんなのは聞いたって言うんですよ。だからもう何のこっちゃわからないし、現地にも今度行こうとは思ってるんですけど、でも行ったところで多分わかんないだろうな。確かに毎日いるかもわかんないし。そうそう、わかんないです。あ、でもなんか人であっても怖いですよね。怖いな、ね、なんか練習してんのが白装束っていうのがもう切腹前ですからね。なんだろうね白装束で。大人ですからね、子供とかじゃなくて。やってるやつの振り方でしょ。そうそうそう、むちゃくちゃで動画も怖かったですよみたいな。練習してるんだ。そうそう、ありがとうございます。ベニハルカさん、ありがとうございます、はい、虹の母激闘中と、うん、高1の時です。田舎の道って本当に暗いんですよ、うん、で普通に歩いてたら男の人に声かけられて、うん、僕こんな時間に歩いてっちゃダメじゃない、うん、お兄さんが送ってあげるって言われました、うん、なのであの一応女です大丈夫ですって、この時どんな顔してたかわからない、かっこ紛らわしいんだよ、うん、お言われたってことですか、紛らわしいんだよって、うん、え自分が悪いのスカート履いとるやんと呆然としていたら、うん、そのお兄さん逃げて行きました、行きました、うんうん、これ女だって言わなかったらと思うと怖くないですか。なるほど、うん、男だって勘違いされたんだね。そういうことですよね。はあ、でもなんかまあ珍しいというのはまたちょっと今の時代なんかまた言われます。珍しくはないだろう。別に珍しいことじゃないだろう、はい、ちょっとこう狭い時代ですから、うん、まあまあまあ、あ でも珍しいですね。本当になんかこの逆あるじゃないですか。あるある。そうそう、君ね、名前なんていうの、いや男ですよ、なんだ男かよみたいなね、うん、やつがいますけど、これ 逆もちょっと確かにこれ意外すぎて頭真っ白になるかもな、うん、男性も男性でそのやっぱ痴漢被害合うっていうじゃないですか、うん、で痴漢被害あった男性僕知ってるんですけど、やっぱ頭真っ白になるって言いましたね、うん、あ、そう、はい、どうしようっつって。でもなんか頭真っ白で体動かないらしいんですよ、もう怖くて、うん、されました。あ、そうだ、痴漢があったこと、あなた、あなたなんか最近も X に変えてませんでしょ、うん、僕痴漢されました、ね、待って待って、何なんですか、何があったんそれ。なんちょ、あの朝方に仕事があって渋谷行かなきゃいけなかったんですよ、うん、ほんで電車乗ろうと思って電車乗るんですけど、うん、その時にもう朝方やからもうすごいたくさんサラリーマンの方が来ていて、はいはいはい、ね、でうわーこれも結構こう車内なんかしんどそうやなと思ったら乗っていったらスルーっと乗れるんですよ。あれなんでやろうと思ったら乗ったらそこにポカッと空間が空いてて、でそのスーツ姿の方たちは入ってすぐこっちの奥の車両の方に逃げていくんですよ、うんうんうん、これなんやろうと思って、で僕はイヤホンつけてたんで、うん、まあええわこれ楽やなと思ってふっともたれかけてたんですよ、うん、そしたら聞いてる音楽の上から歌声が入ってくるんですよ。なんか怖い怖い怖い、何やろうと思って撮ってみたん、そしたら大声でブリンバンバンブリンバンバンブリンバンバンボン聞こえてクリーピーナッツ歌ってるんですよ。えと思ってそっちの方をふっと見てみたら、あの普通のほんまどこにでもいるようなおばあちゃんがブリンバンバンブリンバンバンブリンバンバンボン歌ってて、あこれでみんな逃げてる、なるほど、確かにちょっと怖いよなと思ったら、おもろいやんと見てたんですよ、はい、そしたら急に振り付け入ってバンバンブリンバンバンって言いながらだんだん近づいてきて、ええと思ったらブリンバンバンブリンバンバンブリンバンバンボンチョンって触ってきてほんときほんまにもう怖すぎて声もヒャッと言えなくて、だからブリンバンバンブリンバンバンブリンバンバンボンチョンヒャッってなったっていうの、新しい楽曲みたいなんですよ。
ちゃくちゃいいテンポですね。でも本当に怖かったです。声マジ出なかった。おいとか言えなかった。確かに。もう怖すぎて。そうか。唖然とする。何しとんねんこいつっていうので混乱しちゃって。なんでこんなんされなっていうので頭でぐわーっと考えてたらもうそのままスーッと奥の車両の方に行ってっていうのがすぐ降りたんであれでしたけど、どうやったか分かんない。だから俗に言うちょっとヤバい人というかね、うんうん、電車内結構いますよね。ヤバい人結構いますよ。おかしい人ヤバいですよ。でも僕は今まで一番見たヤバい人は、うん、あの学生の時にあの電車が福岡の電車って横じゃないんですよ、うんうん、あれ縦にこの座席があるんですよ、うんうん、そうだそうだだって、うん、でそこでこう全然空いてますよ。座ってたら後ろからキャーっても女性の悲鳴聞こえて、同じ車両で、でなんだと思ってこう見てみたら、女子高校生が2人組だったんですけど、こう頭を押さえながらいやーって言ってるんですよ。なんだと思って後ろ見たら、その女子高校生の後ろの席に男がいるんですけど、その男が絵に描いたようなペロペロキャンディあるでしょ、あれをその女子高校生の頭の髪の上に置いて、ペロペロキャンディ、うわ怖っ、髪を絡めてるんですよ。いや怖いなぁってなって、ああずっとプルプルこうやってなんで、でもうそれで駅員さんわー来て次の駅に引っ張られていきましたけども、そう雨取れないんですよ。そうですね、取れないよ。女の子もボロボロ泣いてて、何やねんそれ、うわってなってて怖っ。そのだからどうしようどうしようってこう髪取られながら一旦降りましょうかってなって、降りていきましたけど、あれやばと思いましたね。やばいな。だからそのほんとペロペロキャンディーがマジであのカンフーハッスルとか出てくる、あのペロペロキャンディー、はい、わかります、はい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 、あれをもう髪に巻きつける。うわー、なんでそんなことしたんだろうこれ。いやわかる、そうですね、もう非常に楽しそうでした、ね、時間じゃないもんねそれね、めっちゃ楽しそうでした新しいフレーバーかな。JK フレーバー。JK フレーバー。怖すぎますね。やばかったですよね。なんかこの間、はい、あの自分のやつなのこれ。この間これそうだった。彼がいるときは怖いですよ。あ、まあ確かに確かに、そう急に来るかもしれないですね。そう、そう新幹線に乗っててさ、でこうまあそれあの大阪に行くときで、そしたらなんか駅員さんみたいなのがやっぱあのこう制服姿で、いますね。来たんだけど、なんかちょっと様子がおかしいなと思って、俺みたいにこうひげあってこれ下がこうそそられてんだけど、なんかちょっとケツをプリンプリンさせながら本当に、引っ張るさせながら本当ちょっとプリンパンパンみたいな、もう着てんなみたいな。で、なんかこれパンパンなんだ。そう。なんか捜査権拝見しますみたいな。やってるんですよ。こうやってて、で、なんか動きがね、ちょっとこっちっぽいなと思ったの。なるほど、なるほど。ちょっと女性っぽい動き。ちょっと、はい、これちょっと気になるわと思って俺。なんかそんで、まあ、捜査権拝見しますとかってこうやってるわけだ。ね、こう言ったから、その後俺ついてて、そしたらその14号車ぐらいの、一番端ぐらいの席に座ったんですよ、普通に。ほう。なんか普通の乗客だったんですよ、そいつが。ああ、そういうことですか。そう、だからもうなんで、そこ、もうフレディ・マーキュリーですよ。もう、動き方としては、あの感じ、あの感じさせて。うん。なんかそんな感じの人で、ただ単になんかそういう、まあ趣味だったのかどうかわかんないけど、ちょっと真似したいみたいな。そう、そんな感じの。うわ。人に会ったね。結構やばいっすね。やべえ。やばいやべえよ、ほんとに。だから、最近多いっすよね。あの、白バイの人知ってます？白バイみたいに自分のバイクを改造してて、服装も白バイタイみたいな格好してるんですよね。それでただ、道路脇に立ってるっていう人がいるんですよ。わ、すごいっすね。そうすることで、みんなスピードを落としていく。抑止力。それで僕を抑えてるんです、みたいな。でも結構賛否あるんですよ。はい。それまあ、確かに、世のためになってるけど、お前白バイタイじゃないだろ、みたいな。確かにね。その、なりたかったけど、みたいな人多いっすよね、結構。あれこじらせた時の人ってだいぶやばいですね。やばいね。なんかこれなりたかったけどなれなかった人、狂気だよ本当に。あれはありますけどね、学生が例えばですけどなんか運動場とかそういうところで野球の試合してる時に、スカウトマンぶってノート持ってってこうやってやるこの子らがすごい頑張り出すこっちゃっちゃうみたいな。なるほど、あの人スカウトマンだ、こんなところにスカウトマン来ないよと思いながら立ってるっていうのをやってる。それはもうあの20代の時ずっとやってました。お前が何早瀬がやばっやばっまあちょっと見えるしね早瀬くんね。やってました、スカウトマンとしてやってました。スカウトしてないでしょ。みんな緊張しちゃって別に何も書いてないです。何も書いてない。あのちょっと面白いかもしれないです。それやってましたね、若い時は。そういうの。野球好きなんでしたっけ？野球好きです、好きです。ああ、野球もサッカーもバスケットも好きです。ああ、そっかそっか。うん。いや、でも、ね、僕、最近、その東京来てから、うん、その東京に住み始めてから、まあ、4年ぐらいですかね、3、4年が経過しましたけど、東京に住んでる人って、ちょっと思われたい時期なんですよ。
今分かる分かります、うん、分かる分かる、はい、そんな時期はもう過ぎたでしょ、タッコさんは。いや今来てますから、住み始めて今3年ぐらいだった。あ、来てすぐとかじゃなくて今来てすぐは東京に住んでるけど来たばっかの人じゃないですか、うんうんうん、だからちょっと東京に対してのものなんていうんですか、東京の人ですよね、うんうん、っていうのがあるんですけど、うん、もうだんだん東京にも慣れてきて、うん、本当に東京駅とか高いビルを見ても、うん、わ高いなって思わなくなっちゃったんです、もう慣れちゃった、うん、あ、そっかそっか、でその都会に慣れたっていうんですかね、東京の街並みに慣れたんですよ、はい、だからか本当にそう慣れてるから、東京駅とか歩くと慣れてる人と思われたいんですよ、はい、だからちょっと東京駅にあえてサンダルで行ってみたりとかね。そうなんだ、そうそうそう、なんだその行き際、うんうん、ちょっとこれ、あ、これ近所なんだみたいな、家近いんや、そうそう、確かに。したらやっぱりこの、そうです、学生の若い子でなんかちょっとこのライブっぽい格好をした子たちは、うんうんうん、東京に今日来たばっかなわけです、うん、だからこう目新しいものばっかりだから、うん、ちょっとこのここのスタバ行こうみたいな、こうやってるわけですよ、うんうん、はいはい、僕そんな中手ぶらでこうサンダルでこう歩くわけですよ、そしたら、あ、あの人東京住んでるなって、確かにそう、東京人だとか思われたくて、はい、だからそう東京の観光名所とかを、はい、あのランニングの格好して走り行ったりとか、そしたらその辺ランニングするってことは、まあ、近いよ、住んでる人じゃないですか、うん、あ、住んでんだって思われたい、はい、これ分かる人いません？今分かります、ちょっと分かります、分かるけど、あのタックちゃんなんかさ、はい、もうもともともう東京人のなんかもう東京人より東京人みたいなノリなんだよ、俺的にはもう成功好きってこっち来たみたいな。東京人じゃないですよ、東京人だよ私は。え、もう本当に10年ぐらいいますから私。あ、言うても10年今、うん、どこ出身なんですか？10年、茨城。あ、茨城なんですか？そうそうそう、近いか近いですよね。近いっちゃ近いんだけど確かに。じゃあ学生の頃から東京は結構来てたんですか？来てない、全然、それはもう遠いから、もう電車で、まあ、やっぱすごい冒険ですよ東京の頃。へー、うん、そうそう、やっぱありました、そういう時期。ありました、もう初期はね、もう本当に鉛を消したくてね。ああ、確かにありましたよ。今あんまないですもんね、鉛、うん、出さないようにしてるけどバレる、でもやっぱりイントネーションとかで。へー、そうそうそう。でも早瀬さんなんかは結構方言とか出すもんね。完全に方言はそうですね。だから東京来た時はもう方言はもうどうしようもできないんで、はい、方言で普通に落ちたこともありますし、アルバイトとかもきつすぎて以前は、だからダメだったんで、まあでも東京の人に負けたくないなっていうのもあったので、もちろん、なんかあの腕最高眼のふりしましたね。腕最高眼、うん、18の時の。ふざけるなよ。いや、マジ。なんすよ、腕最高眼。マジマジ。コブラのやつでしょ。そうそうそう。どういうこと？こう、だから歩いてて、うん、腕の調子悪いなみたいな、今度ずっとやってましたよ。あ、くっついてるふりして。ああ、なるほどね。あ、なんでそれが違うの？腕が動かしづらいなっていう。でもそう考えたら僕のサンダルと、まあ、根本は変わんないかもしれない。そう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 。負けたくないっていう。確かにそうだな。そういうちょっと皆さん、なんか絶対あると思う。人に見えない、その東京にいる人あるあるみたいな。あると思います。地方、東京に来るとこうなりますよみたいなね。あと、もう一点だけ、なんかちょっと痴漢、うん、痴漢じゃないけど、はい、これ分かる人いたら嬉しいなっていうことで、うん、まあ、使えるかどうか分かんないんだけど、うん、すごいさ、埼京線とか、なんかすごい混む列車があるんですよ。はいはいはい。あの時に、やっぱ、もみくちゃになる、はい、パンパンになると。パンパンになって、はい、もうぐーっとなって、はい、NY さん、ありがとうございます。タックが前に紹介してた某宗教施設の開かずの間が今テレビで開いたことと、うん、ああ出てましたよ。出てましたよね。昨日林くん出てましたね。出てた、うん、出てたわ。そう、僕ちょっとこれただね、確認できてないですよ。どんな感じで林さん出演されたんですか？僕はこことは全く関係ないんですけど、はいはい、僕はあの呪物をスタジオに持って行って連れて行って、でそこで披露するっていう役で行ってましたね。大役だ、大役だな。でそのまでになんかそのご紹介していて、まあ、この某宗教施設開かずの間っていうのを紹介していて、はい、そこで鍵屋を読んで鍵屋に開けてもらって中を確認するっていうのが流れてましたね、はい、そうなんですよこれ。これどこなんだろう、防止教室。これね、もう言っちゃうと人が来るからダメらしくて、はい、うん、ここ実は僕が YouTube の取材で行ったんですよ、うん、はい、でそこをもう全部の取材をお断りしてたんですよ、うん、YouTuber のさんとかもそうなんですけど、はい、ただたまたまそこを所有してる社長さんがいらっしゃるんですけど、そうそう、この方が僕のファンだっつって、で僕だったらいいですよって言ってくださって、僕もここに潜入しまして、うん、でも本当その方すごくいい方で、うん、もうご飯までご馳走してくれて、すごい陽気な方で、でもしっかりされた方で、うん、すごく話も合う社長さんで、はい、であの中案内してもらったら、一つこの扉が絶対開かない、うん、なんかでっかいで、それがしかもですね、施設の隣にあるんですよ。そうです。で、なんかその隣にお墓があるんですよ。これテレビで言われてるか分かんないですけど、はい、隣に大きなお墓って。お墓のことやってなかったです。でしょ、うん、墓と施設の間に
あるんですよ。その時大きさが町交番ぐらいの大きさです。結構でかいね。うん、でその中が見えないようになってて、でかろうじてすりガラスで見えるんですけど、はい、一番肝心な中心部分が見えないような作りになってて、しっかりしてるんですよ。で扉がもう開く開かないとかビクともしないんですよ。相当な鍵で。はい、でこれを動画どうしようってこれ開かないですねって言ってたら、その社長さんがタックさんだったらもう割って開けちゃいますみたいな、どうせもうここ解体しますよみたいな、なるほど、いやちょっとそれはさせるちょっともったいないと思いますと、ね、せっかくやったらなんかのイベントとか次開けましたよっていうので使っていただけると嬉しいです、もうすごいその気持ちはありがたいですけどって言って終わってたんですよ、うん、だから数日後にですね、このテレビを制作した方々から連絡が来まして、はい、タクさんこれ出演依頼ですっていう、そこからなんですね、でこれ全く別軸ですよ、別で、はいはい、で来て、じゃなんかその結構テレビの、 その、まあ、都市伝説だからちょっとこう言い方あれですけど小学生とかちょっと子供が好きそうな、はいはい、やつでなんか都市伝説ないですかって、これでテラーとして出演していただきたいですってなったんですけど、はいはい、僕結構どちらかというと年齢層的に大人の方が見るような動画が多かったんで、はいはい、自分からはちょっとお断りしたんですよ、もう正直あんまないですねって言って、ここにあるっつって話合わせるのもちょっと視聴者的にちょっと違和感があるので、って言ったら、いやたくさんそうさ、ちょっとなんかないですかみたいな、ネタをなんかしてなんかないですかね、相当なんかね、はい、情報が欲しい、なるほど、そうです、たらあそう、今開かずの間というか一つ開かない廃宗教施設ありますよ、はいはいはい、でその事情を説明したんですよ、ただその僕のことをすごく好きでいてくれてるので、うん、本当にもう僕の名前出してもいいですけど本当に何一つ失礼ないように言ってくださいと、うん、もしこれ失礼だったら僕怒ります、はい、でそれだったら話おつなぎすることができますよ、はいはいはい、うん、って言ったら実際に行って、うん、これ扉を開けてたっていうエピソードなんですよ、これ、まあ、僕の出演はなかったですけど、はいはい、それはもともとそこには芸人さんの方が行かれるかなって、いや全然いいっすよっつって、うんうん、だから僕が開けたみたいなもんですね、いや違います、違います、違います、なんか僕が実は開けたって、鍵屋が開けてます、鍵屋がグッと開けてもう開きますよって言ってあれ普通に鍵が開いたんですね、鍵下に鍵があって、はいはいはい、鍵穴があってそこで開けてました、いやあれ実際に触ったんですけ ど、うん、マジでこのぐらい分厚いですよ、扉が完全に鉄板何枚も重ねましたみたいな、ほんますごい分厚い頑丈な扉でしたよ、見る限り、ね、それだから電動じゃないかって疑惑も出たんですよ、うん、電動でしか開かないタイプのやつじゃないかとかそういうのも出たんですけど、結局あれ何だったんですかね、中になんか分かんないですよね、あれそう、なんか気持ち悪かったですよ、なんかすごい、なんか何があったんですかそれ、中は蛇口があります、蛇口、やっぱあれ真ん中何もなかったんですか、蛇口何もないです、蛇口だけです、蛇口でしかもその蛇口お手洗い場なんですよ、うん、ただそのお手洗い場の洗面台あるじゃないですか、はい、想像してる洗面台で OK です、うんうんうん、ただ真ん中だけが綺麗になんか U 字にくり抜かれてるんです、そうですそうです、はあ、だから僕はこれを動画で命名したんですよ、はい、なんかちょっと見た時に、はい、うわこれ端っこに神父洗い場があるって言ったんですよ、あはい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 そう見える、番組でうわー開いたじゃないですか、うんうん、完全に神父洗い場だったんですよ、うんうん、でそれ以外があると思ってたんですよ、はい、それ以外何にもなかったんです、あれだけです、だから本当になんだろう、なんかこう集団なんでやねんいやでもありえるぞ、うん、活動さやめろ今日限りね、都会先生だ、今日限りね、活動をやめろ、事情かけ今の1000万でカットしてやるよ今のとこ1000万だよでも例えばですけど、うん、あそこなんか水流したらあそこで溜まるんじゃなくて穴開いたから最高垂れていくじゃないですか、そうですね、垂れていって下がちょっと枠ができていてそこに水がなんか溜まるような感じになってたんで、例えばですけど、うん、日の光とかもちょこちょこになってるから海外とかで言うとですけど、そのまあ日本で言うと日配みたいなもので太陽信仰ってあるんですよ、うん、で、なるほど、光を浴びながら儀式を行うっていうのがあるから、もしかしたら裸になってあそこでなんかその張ってというかこうグッと手合わせるかなんかして日の光で持ってないから儀式を行うとか、そうやって季節としてあるのでそういうとこかもしれないですよね、素晴らしい、まだ分かんないですよね、確かに今日ちょっと変わるかもしれない、アシスタントだよね、あれがひどいね、すごい情報で知らないことを言ってあなたが言ったの何ですか、もう一度自分の口で言ってみなさいよ、集団ねえよそんなとこ
いや、これはね、チンポ洗い場っていうからさ、なんかまあ、そこから連想させてしまったけど、ね。だから、どっちかがしっかりしたこと言わないとダメなんですね。確かに。申し訳ない、本当に申し訳ない。次ですね。ありがとうございます。アニコゴーストさん。ありがとうございます。まだ携帯もなかった時代です。人と会うため外出して降りる駅を間違え、無人駅のそばにある電話ボックスを利用した時のことです。真夏の暑い日でした。遅れる旨を伝えて、電話ボックスから出るとしたら、扉の緩衝材のゴムが熱で溶けてくっつき、ドアが開かなくなり、直射日光の中、ガラス張りの小屋に閉じ込められてしまいました。うわ、これ、最悪。田舎のため、次の電車は30分は来ません。つまり人も来ません。汗が止まらず、飲み物も持っておらず、箱の中どんどん熱くなります。このままここで死んでしまうかもしれない。狭い中で全身でドアにぶつかり続け、ドアが開いた時の空気は今でも忘れられません。怖いよこれ、電話ボックスね、むちゃくちゃ怖い。ちょうどあのさっきそのガンジさんと、はい、あの海のね、はい、オープンウォーターっていう映画の2が、うん、なんかほんとこんな話でね、そうだね、クルーザーで海に出て6人でみんなで遊ぼうっつってバーンって飛び込んだら、うんうん、どうやってクルーザー戻るんってなるっていう、うん、実話を元にした作品なんですよ。そうですか、うん、どうしようみたいな、うん、あの通常はクルーザーからこれはしご下ろしとかないといけないんですよね、うんうん、上がるとそうはしご下ろし忘れて上がれないんで、そうでずっとどうやって上がるのを試行錯誤するっていう作品があるんですよ、はい、面白い、そんな感じですよ、こんな感じで。どうすんねん、めっちゃ怖いですよこれ。だからちょっとたまにスマホとか何も持ってない状態で、はい、オートロック出ちゃう時ってたまにあるじゃないですか。ああはいはいはい、はい、うわ終わったみたいな、はい、どうしようみたいなあれとちょっと近いです、うん、すごいっすねこれ。いやでもこれね本当リアルにまだ車内放置とか起きてるじゃないですか、子供のね。いやだからまだ携帯もなかった時代だから最高気温もまだ今ほどは高くなかったでしょうね。うん、ああ、まあ確かに。だからこの時代やったら30度ぐらい。15分ぐらいでおしゃかっすよね。あ、そうです、そうです。うわ、気をつけないとですね、マジで。うん、やばいな、これ。確かに。これいい話でしたね。怖い。ありがとうございます。カルラさん、寝苦しい夜をなんとか切り抜け、ようやく眠りについた翌朝。起きてみるとそこは昨日と変わらない、クソみたいな日常が続くだけの、いつもと変わらない朝。いや小説の一ページ、ね、小説の一ページ、まあ、一節ですね、うん、めちゃくちゃいい文章ですけど、まあ、言うて六道の地獄ですもんねこの人間界っていうのは、うん、あらがち間違いじゃないかもしれない、うん、これ確かにアイコンちょっと思想強いなこれ。確かに、うんカルラさんでね、本当だ本当だ、うん、いいですねこの始まりから、うん、なんかいいですね小説の始まりとしてはね、確かに、ね、いやすごいわこれ。次は、はい、コスケさん、ありがとうございます、はい、当時同棲してたんです。1週間の出張から帰ってきたら PC のエロ動画全部消えてました。はあ、なんでや。だからあ、まだあるの？そうか。あ、いやないですね。だから彼女が消した。女性？女性？女性っぽいですよね。絵は女性ですけど、でもコスケさんだとしたら多分男性ですね、男性名前は。いやでもどうですか、ほんと TRF の可能性もありますからねTRF っぽいそのなんていうんですか、名前がね、うん、確かに確かに、コスエとかスケールの可能性ありますアートワークスだからこの人書いてないですか、うん、あ、なるほどなるほど、うん、男性で帰ってきたらってことか。そうそう、じゃあ同棲してた彼女が消したっていうことですね、うん、ああ、ということで全部見られちゃいましたってことですね。なるほど、はい、そうですね、怖いよね、はい、そうですね、ちゃんあやさんですね、ありがとうございます。ベープ販売、これちょっと香ばしい、ちょっと、ベープ販売業者マレーシア産 OSSEN、市川市にあるこれはなんだ、大慶園、大慶園、大慶園かな、市川市ってどこですかね。これ千葉だと思う。千葉っすね。あ、千葉の八幡のやぶしらずがあるとこですよね。よくそうだね、さすがですね。チリも強いですよね、ガンジさん。強くないよ全然、もうすぐガンジさんすぐパッと出るんですよ、うん、どこですかねって言ったら、まあ、何県じゃないかな、運転するからですかね。あ、それはあるかもしれない、うん、それはあるある、あるね、なるほどね、よく地名を見るっていう、うん、そうそう、大慶園ですね、うんうん、というゲームセンターに向かうのにほう、ナビを設定しました。ナビが途中からおかしくなり、全く大慶園にたどり着かず、その角を右です、うん、その角を左です、うん、目的地に到着しました、うん、お疲れ様でした、うん、と案内されたは一本道の墓地でした。おー、怖いな。免許取り立ての私が運転していたのですが、ナビを設定し直してもどうしても同じ墓地にたどり着き、最終的には行き止まりプラスキャラバンだったので、うん、細い道で U ターンもできず、うん、一晩その場所で救助を待ちました、うん、えナビは当時最新のもので変になったのもその時が最終最後でした。あとは某有名深夜番組ロケでタクシー心霊スポット巡りという企画で参加したら、ミラーには赤い服を着た女の子が映り込み、撮影機材がバグり、バラエティなのに本物すぎてお蔵入りになってしまったなって言ってました。面白いなこれ。ちゃんおやさん、なんか活動されてる方ですかねこれ、芸能とかの。確かにこの写真見ると確かに、はいはい、そうですね、あ、そうか確かに。だからちょっとこう某有名深夜番組ロケでこの出るギャル
ルがギャルと一緒に心霊スポットを巡りましょうみたいなやつでしょ、多分。ありそう、ありそう。ちょっと待ってくれ、ちょっと待って。ちょっと待って、すっごいこと気づいたかも。おら、最初の救急さん、これ覚えてます？これ、特徴。目の部分だけ真っ黒のギャルみたいな人が2人いました。で、ちょっと待ってくれよ。これ、見てよ。あらららら、ほんとだ、真っ黒や。これじゃないの、送られるだって。これじゃん、これだろ、これバン、バン、あ、バン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 だ、ほんとだ、なんだこれ。細い道 U ターンできず、一晩待っとる気持ちを。こんなことあんの、すごー。あ、これはちょっと裏入りになったから気づきもしないんだ。なるほど。この人は。なんだったの、だって。調べても出てこないし。なんか奇跡じゃん。すごい。なんだこれ。投稿が。そんなことある？これ解決ですよ、これ。救急さん、救急さんのやつが。何これ。あるんだ、こんなこと。これっすよ。いや、すごいな、これ。おもろ。おぉ、面白い。ほんとだ。すごいじゃん。いや、だからこの人だったってことか。おへぇ。可能性も一気に高まった。一気に高まったね。うん、最初のさ、でも霊障みたいなのあるじゃん。ところずっと行き止まり、あの、なんかこの、ね。そうです。だから、これでナビを設定し直しても、だからこれ、多分、何人もギャルが乗ってた説めっちゃあるじゃないですか。あります、あります。ギャルの友達はギャルですから。うん、はい、はい、そう。と言った時、その人はそこで救助待ってて。わ、これだ。だからそこ、これ、この人でしょ。こいつで、こいつあります。こいつであります。大日本帝国。大日本帝国の。奴隷かいね。こいつでありますって。上官に奴隷紹介しとんかい。誰だーって。誰がこれやったって。こいつであります。こいつであります。なんじゃそれ。もう。でもすごい。すごいじゃないこれ。そうか、これプライベートで、心霊写真みたいなやつは後だ。ああ、そうそう、こっちの可能性も全然ありますもんね。うん、確かに確かに。このタクシーし、あ、これタクシーか。うん。ああ、どうだ、いや、でも、この、いや、すごい。目元真っ黒で、ほら、白いしね、これ。あ、ほんとだ。だから一瞬だったら、白で目元だけ黒のギャルいるってなります。これだ。よく見たら白目がギョギョしていて生きている。なるほど。これじゃん。面白いな、ね。スタイルいいからマネキンに見えちゃうかも。確かに。なるほどね。うん、ああ、ちょっと面白いですね、うん、これ。面白い。面白いでもこれ。次行きましょうか。レンチャーさん。ありがとうございます。IT 系企業に、勤務した後、自分で IT 系を起業した友人が参加した女子会で、彼女が持っていたスマホは楽々本だった。しかも未だにやり方がわからないって言ってたこと。なんだこれ。IT 系なのに。これは怖いですね。未だに IT 系なのに。でもめちゃくちゃ偏ってる IT の人いますよね。このパソコンのプログラミングめちゃくちゃ得意だけど、はい、他もう PC ゲームとか一切できないみたいな。何もわかんない。生活力もない人いますよね。いますよね。それだけできる人。だからほんと IT 系でパソコンはすごいけど、パソコンばっか触ったからスマホの使い方わかりませんわ。うん、全然あり得る。あり得る。あり得るかもしれないですね。確かに覚えたくないっていう機能が、っていうのがあるかもしれないですね。ああ、確かに。他に。面倒とか、ね。面倒。久々聞きましたね。これ、あれじゃ、大竹しのぶさんかなんか、コマーシャルやってて。そう。大きいやつ、ね。楽だなっつって。そうそうそう。おじいちゃんの使えるからよ、これ。私、これゾッとしますよ。ちぐはぐの話です。七木さん。ありがとうございます。模擬試験の帰りです。パスタ屋さんに一人で寄った時でした。いらっしゃいませ。お二人様ですか？ちなみにその後サービスのスープも2つ用意され、伝票にも2名様と記載されていました。あ、シンプルですねこれ。シンプル、超シンプル。だから本当にあるんだって思っちゃう。もうこれなんか結構言ってますけどね、僕の母と姉がボートレース大好きで、はい、でボートレース行った、楽しかったね、夕方帰ってファミレスでご飯食べて帰ろうかっつったら、3名様でお待ちの誰々さんって言われて、うん、で2人なんですよね。で中入って、おかしいねっつったら、うん、水が3つ運ばれてくると、うん、あ、だからすいません、さっきも言いましたけど2人です。店員さん、あ、そうですか、すいません、すぐ下げて、で次注文するじゃないですか、ご飯。だから、あ、頼んだハンバーグ2つ届くんですよ、はい、でその後に雑炊が運ばれてくる。で頼んでないですよって。え、そうですかって伝票見てって。だからこんなことがあったって、そのリアルタイムで LINE が来たんですよ、うん、で何それ怖いなっつってって言ってたんですよ。たら夜ですね、電話かかってきて、うん、でどうしたって言ったら、いや今日あんた、さっき送った3つ運ばれてくるのあったじゃんって、はい、あれさって、今自分の弟から連絡が来て、うん、でその連絡の内容が、お前ちゃんと今日仏壇に手合わせたかと、お父さんの命日やぞって。僕のおじいちゃんめちゃくちゃボートレース大好きで、
で最後よく食べてたのが雑炊だったんですよ。これリアルタイムでこの受けてて本当についてきてたってすげえじゃん言うんすよ。すごいすごいすごい話よ。だから僕もそのリアルタイムで LINE で聞いてるからもう信憑性増し増し、うん、ちなみにその命日は忘れてたらしい、うん、そうか気がついたなってやつだ。そうです、あ今日かみたいな、あだから本当に一緒についてきたんだろうねっつって。面白いすごいね。いい話だ、いい話だね。 それね、なんか稲川さんの話でもさ、なんかそんな似たような話ありますよ、ね、僕も階段全然知らないんででしょ。マジ俺あの本当にオカルトチャンネルも一切ないし怖いな。逆にシンプル怖いよねやっぱり。階段めちゃくちゃ知ってる感じで全然知らない、うん、全然知らない、全然だから YouTube でもホスト喧嘩したやつ見ないしガチなやつ面白いけど、なんでそのどっこい翔平さんとかさ、面白いかな、どっこい翔平さんめっちゃ見る、めっちゃ見る、めっちゃ人さんめちゃくちゃ見てる、めちゃくちゃ見る。なんでそんな他見ない、他一切見ない、意外すぎて、ね、そう。でもやっぱこう世間的にはというか見た時に、うん、都市ボーイズって早瀬さんがやばいっすよねって、うん、呪物いっぱい集めてるみたいなんですか、はい、でもやっぱこう、うん、知ってる人からすると、はい、岸本さんの方がなかなか尖ってるやばいっすよ岸本さんはね尖ってるしよう怒るし変やしあの人面白いっすよ。都市ボーイズさんのメンバーシップあるんですよ、これ入ってる、うん、はい、あそうか、タクちゃん入ってんだ、入ってんねんあれも、でも面白いっすよ、定期的な生配信やってはいはいはい、見に行ってるんですよ、はい、だから林さんが夜中ピアノ弾きながら練習する、そうそう、なるほど、練習そう生配信みたいな、がまあその雑談なんかやってるか、はいはい、でこの間昼間にメンバーシップの配信来たんで、うんうんうん、珍しいと思って開いたら、うん、岸本さんが外で配信やってたんです、うん、沖縄のやつですよね。そうです、沖縄で、珍しい、でそんな猫島にってた猫がいっぱいいるし、はい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 、ありますね。だいたいこう歩きながらもうこの時期ですから汗だくっすよ、はい、汗だくで生配信しながら、はい、猫を探してますっつって、うん、猫を見つけるまで配信ありますっつって、うん、その猫がたくさんいる島で猫を探す生配信してます、うん、はい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 、それシンプルですよねまあシンプルな企画ですね。可愛い猫もちょっと見てるな、ほんで皆さんにお届けしたいんですけど全くいねえっすね、これはちょっとシャレならんぐらい熱いわって言いました、ね、でだんだんイライラし始めて、カラッてきたなっつって、なんで天候に猫いねえし、普通にやってらんねえわこんなのとか言って、なんか切れ始めわけわかんないな一人で何やってんのって、じゃあ最後、うん、あ猫いましたっつって、はい、じゃあ皆さん待望の猫です、お待ちからです、うん、バンって向けたら、うん、10匹ぐらい猫いた。おーすごいじゃんすごいじゃん、めっちゃめちゃくちゃおるやん、ちゃんとなんでちゃんと企画成立して今までなんかしかもなんか日よけのある休憩所みたいなところでみんな猫溜まってる、溜まってる、ね、あこれま面白いね。あれはすごく変で、なんか心霊写真を紹介するって回があったんですよ。ほんでまあしましょうってバーンって出したら、なぜかわかんないですけどワンちゃんに目線入ってた犬のプライバシーっつって、でも人は入ってないの何か分かんなかった、あれ何なのって思って犬が合わない、マジで訳分かんない、犬だけは隠したいと、犬に目線入れて目線なくて分からんから、変だな、変だな、めちゃくちゃ変な人でした、あの人確かに猫を映す時はすっごい慎重でしたけど、何、うん、かその後で、いやでもさっきあのもうちょっと言ったところに先になんか日光浴してるビキニのお姉さんいたんですよね、うんうん、その姉ちゃんって映したらまずいっすかね、ああみんなダメだよみたいな、うん、そダメなのみたいな、あそうかみたいな、別にそうか、盗撮になっちゃうんだ、盗撮になっちゃう、まあみんながそう言うんでやめときますとか、猫を映すときはめっちゃなんかちゃんとそうそう、じゃあ行きますよでそれ言うだけでカッコつけてるだけなんで、あそう絶対行かないです慎重なんだあの人絶対カッコつけるときあるんで言うてるだけですもん、はい、俺だったらこうするな俺だったらすぐ手出しちゃうなって言うんですけど出さない、絶対カッコつけてるだけなんで、それがやっぱ可愛い面白い、ね、僕からするとね、どうせやらないんだろうなこの人何にも、なるほどね、いつの女性が可愛い目で俺からすると、うん、らしいですからね、まあまあまあちょっとね、まあ僕はまだ謎をめいてるんで、あでもそうでしょうね、岸本さんはもう本当に、でも一度僕が炎上した時に、うん、見ましたうん、岸本さんからわざわざ、そして、まあ、あんな人に興味がなさそうな、うん、そうないと思う、そうそうそう、あのイベントあったら優先的に幹事さんの出ますんで、うん、言ってくれたんです、言うだけ言うだけ出ないでっつって出るわけない出るわけない、嘘嘘でしょ嘘でしょ本当に、その後オファーはまだしてないですか、その、まあ、そのイベントから岸本さん呼べるようなイベントがなくてはいはいはい、はい、そう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 、あれなんだけど、これはもうあったとしても出てないと、うん、
や、まあ出る、どうでしょうね。出るかもしんない。でも、むしろでも、あの人は気に入った人に対してはものすごい愛情注ぐ人なんですよ。あ、そうなんですか。僕とかも可愛がってもらってるし、岸本さんには。ガンジさんのことはね、特別結構ね、あの人は好きで、ガンジさん。そうなの？いや、全然伝わんねえな。なんか、でも嬉しいですよね。嬉しいな。岸本さんに使われるとちょっと嬉しい。なんか嬉しいよね。嬉しい。他いないですよ。ガンジさんに売れてほしいって言ってる。そう。他の人はだいたい全く出ないですもん。ガンジさんの話しかしてない、あの人。これは、いや、だからこっち次第だな、そして。でも、岸本さんと何を喋っていいのかみたいなのも、とっかかりもね。確かに。そう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 。音楽すごい好き。音楽が好き。だから多分、あ、いいな。確かに音楽好きじゃないですか。あ、そうなんだ。古いロックとか大好きさ。ああ、古いロックが好きって。そう、だからいいんじゃない？全然出さねえな、そういうところ。うん。確かに。バンドやってたし。え？バンドやってたんですよ、彼。マジっすか？うん、学生時代ですけどね。お、一緒じゃないですか。音楽好きですもんね、でも。音楽は好き。本当だから合うと思います、すごく。ちょっとこれは。あ、ちょっとあるかもしれない。いいマッチングあるんじゃないですか。ね。誘ってみよう。なんかやっぱね。うん。ご飯のもね、行ってほしいですよね、ガンジさんの。あんな、だっていい飯しか食ってなさそうじゃん、なんか。ちょっとグルメ通でもあるっていう。あ、でもね、ちょっと変わった料理とかやと、全然奥の方まで行きますよ。あ、そう。そう、なんか、どこにでもある安い料理は多分行かないと思うんですけど、なるほど。ちょっと離れてるとかでもいいしけど、そのグルメっぽい、なんだこの食べ物みたいな、だと行きますよ、あの人。なんだこの食べ物。そうそうそう。だから、そこ見つけねえといけねえな。好奇心はすごいあるから。確かに、だから、この、東京の外れのどこどこにポロポロ地区50年ぐらいのラーメンあるんですよ。だから行っちゃう。じゃあ行く。じゃあ行く。ラーメンでも行くんだ。うわ、すっぽん食べられるんですよとか行くし、変わってるとかでした。なるほど、なるほど。知らないですか？今、知らねえな。一個でもあれば。思いつくところ？はい、だからそれ、そう、行きましょう。ああ、じゃあ分かりました。どこどこ。あのね、めちゃくちゃうまいボイルをかましたエビが食えるとこあります。まあまああるやん。本当に。これマジでうまいところ行きましょう。めちゃくちゃボイル。めちゃくちゃうまいボイルをかましたエビがあるところ。エビってかまされるって思ってるの？逆に。なんかね、もうちょうどいいボイルをかましてる。エビが。ちょうどいいボイル。はい。はい、これ行きましょう。あ、できる、できる。ちょっとどこであるんですか？要町だっけな。確か。都内なんですね。都内にあります。都内にあります。ぜひ行ってください。ぜひぜひ。エビで。ということでございます。はい、ありがとうございます。ゆで卵星人。ありがとうございます。深夜2時、友人と3人ドライブ中、運転手が急ブレーキ。子供がいた右サイドミラーまで来てた。助手席の私は何も見えません。道の左側は深夜で閉園している幼稚園でした。その後パニックになっている友人の代わり運転となるも、免許不携帯の私、飲酒済みの友人で結局落ち着くまで待ちました。ああ、なるほど、運転できなかったと。はい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 。そう、もうこれでパニックになっちゃって、すごい怖がりなんでしょうね、だから。うん、どうしようどうしようってなっちゃうってことでしょ。確かに。うん、ちょっと怖いですよね。これ気をつけないとですね。はい、うなぷなさん。ありがとうございます。虫が大嫌いな私の方に一直線飛んできて、左肩に止まったアブラゼミ。そいつと目が合った瞬間、ギャーッと魔女の悲鳴を上げてバックぶん投げました。近くにいた友達と知らないご夫婦に爆笑されました。かわいいエピソードだね。嫌いだとね。確かに確かに。これもね、さっきちょっと言ってたんですけど、うん、セミって改めてなんだって。セミ？セミってなんだよって、うん、さっきのね階段の部分で、はい、セミがひっくり返ってて、うん、あ、もうセミひっくり返る時期かと思ったら、うん、セミが僕が通った時にビクッて来て、うん、ビビーって言ったんですよ、うん、それ見てプラスその日朝倉未来さんがね、うんうん、平本蓮選手戦って、はい、負けたんですよね、うん、1ラウンドで。でそういうドラマもあって僕ちょっとこうショック受けてたんですよ。あんな早く負けるとは。確かにあれはショックだった。ちょっとショックで方針だったよね。でその後そのセミを見たんですよ。うん、うわーって。でそれ見た時にこれ俺頑張らんとなと思い始めたら、このセミは7年間土の中にいたわけ、ずっと、うん、で出てきて7日で死ぬでしょ。うん、でもう死んだからと思いきや僕が通った時にまだ生きてると言わんばっかりに、うん、って泣いたんですよ。うん、これもやらんとなと。だから提案なんですけどね、うん、これ今から。意味ないでしょ別に。最後行きましょうか。ありがとうございます、はい、天空のシャムソンさんですね。ありがとうございます。運転中パトカーに止められて、助手席のお子さんシートベルトつけてねって言われるけど私しか乗ってないんです。怖い。車内をぐるっと確認した警察官と私、真夏の汗が冷や汗になりました。あ、これ怖いっすね。怖いぞこれ。いいっすね。シンプルに怖い。怖い。このなんか狙ってない人が言うこの、うん、こういう、ね、うん、やつって怖いですよね。怖い。そうですね、確かに、うん、こんなことありました系ね。そうですね。気持ち悪いですね、これ。怖いな、これ。同じような僕体験したことあって。え？中学生の時に、中1の時かな、なんか友達いなかったんで、一人で帰ったんですよ。で、友達。ほんま友達いなかった。一人で帰ってたの。中学校の時。うん、いなかった、いなかった。全然いなくって。
で、あのね、でっかい坂があったんですよ。ほんで、まあ、行きはぐーっと下れるかいいんですけど、中学校帰るときは登りなんですよね。で、登りでぐーっと登って。でも、なんかこの大きい坂を、一回も足つかんと登りきれたら、友達できるかも、みたいな、考えていて、で、ぐーっと越えたんですよ。はい、なんか後ろから、あの、パトカーなんですよね。ほうほうで、その、二人乗りをやめなさいって言ってるんですよ。あ、ほら、なんか誰か後ろにいて、なんか、はいはい、そうそう、やってんやろうなと思ったら、そこの二人乗りやめなさい、カップルがって言って、わ、カップルもう彼女できてんや、みたいな。先輩とかかしらと思って気になってふっと見たら、誰もいないんですよ。パトカーが僕に向かって言ってて、と思って止めたんですよ。なぐーっと横付けされて、なんだろうと思ったら、あの、今、二台という後ろに、あの、彼女乗ってたでしょ、女の子。どこ行ったみたいな。まあ、お前、あの、あれかみたいな。彼氏だからカッコつけたのかもしれないけれども、その、意味ないから、早く連れてきなさいって言われて、いや、ほんと乗ってないです。友達もいないし、やめてくださいよ。って言ったら、いやいや、なあってパトカーの中の人に、まあ、運転手がいたんで、聞いたら、うん、いたいた、後ろ、誰、どこみたいな。でも制服違ったねみたいな言うんですよ。怖い。めちゃくちゃ怖くって、俺。いや、マジでわかんないです。言ったら、あ、じゃあ、かっこつけないんだ、わかった、わかった、じゃあ、もう気をつけてねってぐーっと行くんですけど、怖すぎて、僕としては。で、その後、何年か経った後に、はい、その話を、あの、岡山の怖い話で本を出すから、はい、その時に取材し直そうと思って、ばあちゃんとかに聞いてたんですよ、いろいろ。はいはい、そしたら、ばあちゃん曰くですけど、そこで亡くなって、男女がいたみたいな、その話はあったよって言うんですよ。二人にしてて落ちちゃったみたいな、その坂で、はい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 、って言うんですよ。で、その後にまたそこら辺でも同じような体験してる人いるかなと思って聞き込みしてたんですよね、はい、そしたらその、坂の道沿いに住んでる男性がいて、その人に話を聞いたら、あ、いや、この間変なことがあってねっていう、その学生が亡くなったかは知らないんだけれども、おかしなことがあったんだよって言って、結構大声で叫んでる男性がいたと、はい、俺らもここから死ぬんだよとかって言って、あの、きちっと靴も揃えてて、衣装みたいなのを用意してて、俺らもここから飛び降りて死ぬんやって言ってて、で、こう坂があるんですけど、横が貯水池になっていて、で、水も何もないんですよ。だから飛び降りたら完全になくなってしまうんですよね。で、そこで飛び降りる俺は死ぬってずっと言ってて、騒ぎになって警察も来たみたいな。で、おいって、お前もう早くこっちにとかって言うんですけど、ずっと俺はこいつと死ぬんだよって言ってるんですけど、女性いないんですよ、どこにも。それはあったよ。俺はこいつを死ぬんだ、死なしてくれこいつとって言いながら、パトカーに乗せられてどっかに行ったって言うけど、あれ何が見えてたんやろなって言ってたんですよ。で、後からあれって思ったことがあって、僕その警察に注意されてる時にずっとですけど、あの人ったんですよ、あの人どこ行ったのみたいな、はあはあ、あの人もう後ろ女の人乗せてたやろ、あの人はって言ってたから、多分僕とだいぶ年離れてる感じの人が後ろの学生服とはいえ、はいはいはい、あれ同じ人だったのかなって思ってちょっと怖かった。確かに、ね、確かにそのニュアンスでちょっと変わりますもん、そうそう、年齢の感じが、だから同い年っぽくないんですよ、言い方が。そうですね、あの子じゃなくてあの人って言ったんで、ちょっと怖かったっていうのはありましたね、ちょっと似てる、めっちゃ体験してるな、それはありました。怖かった、すっごく怖かったですよ。いい話、ちょっと優勝か、これ優勝です。いや、違う、こっから決めて優勝です。おそらくギャラのやつでしょ。おそらくね、一番盛り上がったギャラだろうけど、めちゃくちゃ良かったもん、はい、この話聞いても思い出したんですけど、最近この話シンプルで一番怖いなっていうのが届いてて、それがあの大学生の方なんですけど、男友達3人であの心霊スポット行ったんですって、あの関東にある橋の心霊スポットなんですけど、別に車も通ってるところなんですよ、車も通ってて歩きもできるみたいな橋、ただその下が川になってて結構高さも結構あるところで、でそこが心霊スポットになってるんですよ、噂としては、女の人の幽霊が出るみたいな感じの話で、で行った時間も、ちょうど終電がなくなったぐらいの0時ぐらいだったらしいんですよ、でも別に0時っつっても車は結構バンバン通ってるんですね、で3人で歩いてて、いや意外と心霊スポット行ったけど場所違うところの方が良かったな、そこ全然怖くないなっつって、なんつ走ってこう光もついてますしね、でこう結構長いですけど橋が、歩いてたら中腹あたりでサラリーマンの男性がこの缶のお酒持ってて、そのずっと座ってるんですって、うなだれて、だからうわっ人おるやんつって、でもただ普通に多分終電逃してるだけじゃねっていう感じの話なの、で一通り歩くんですけど全然怖いことないんですよ。だから戻ってさっきのちょっとサラリーマンに話しかけてみようぜってこう友達になるんですね、だからあいいねいいねってなって、じゃあお前行けよみたいな感じになって、で友達がそのサラリーマンに話しかけるんですよ、おっちゃん大丈夫、おっちゃん大丈夫みたいな、おっちゃんパッて気がついて、ああもう寝てしまった、おっちゃん何やってんのこんなとこで、ああちょっと会社の飲み会の帰りだったみたいな、
あ、だから会社飲みすぎて飲み会の帰り電車間に合わなくて、もう歩いて帰ろうと思ったら、この橋がもう風がすごく気持ちよかったから寝てしまったっていうことだったんですよ。あ、そうなんですね、おっちゃんこんなとこ出たら風邪ひくよって、いやそうやな、ありがとうなっていう話をこうしてたんですよ、うん、はい、で数分話してて、でおっちゃんも君らもう何やってんのっつって、いや僕らここが心霊スポットって聞いてきたんですよって、なんか知りませんって、いやおっちゃん別にこの辺の人じゃないからようわからんな、ここのこと、はい、この噂とか聞いたことないですか、はい、いやないけどなって、昨日もあんま遅い時間までこうおったらいかんよ、うんうん、でもちょっとあれ、このパターンってあれじゃないですか、おっちゃんが幽霊だったりするんじゃないですかみたいな、うん、もしかしてみたいな感じで友達がちょっとこう言ったんですよ、うんうん、でおっちゃん急にピタッて止まって、友達のくるって見て、あ、ほんならおっちゃんが幽霊より怖いもん見せちゃるよっつって、うん、橋から飛び降りた。うわ、怖っ。まあ、その人、あの、まあ、自殺しに来てる人。めっちゃ怖いな、俺。なんだ。なんだ。心霊スポットに俺がしてやるみたいな。いや、そういう気持ちはないでしょ。どうしたの？ちょっと待って、ちょっと待って、あれ、俺、これ。でもまあ、多く怖がってるから得なのかな。違うところで勝手にいっぱい見せて、2つ怖がってるから、まあ、いいのはいいのかな。分かんない、どっちがいいのか。ごめん、ちょっと驚きすぎて、なんだ、すっげえ怖いな、それ。めっちゃ怖いですよ。めちゃくちゃ怖い。何それ。だから、もともとおそらく死ぬつもりで来てた方なんですよね。人怖かでもね、そうそう、うわ、でもずっとこう話してくるから、うん、おそらくですけどもう帰り帰りって言ったけど、また茶化すようにおっちゃんって、もうそこで多分覚悟決めて、だからそこはもう早く飛びたかったんだ、でもそうだと思う、やかましいからガキが、あ、人が来たからちょっとこの知らん顔してたけど、こう絡んできてみたいな、うん、だから最初知らん、もう帰りだ帰りだって言ってたけど、どんどん絡んできて、最後はそのおっちゃんが幽霊だったりしてって言った時に、多分なんかがカチッとついちゃったんで、そっか、んならおっちゃんが幽霊の怖いもん見せちゃうわっつって、そのまま橋ピョッポーじゃ、いや、えぐいねそれ、うん、怖い、怖い、怖っということでございましたけど、いや怖かった、ありがとうございました、面白かったですね、いや、じゃあちょっとシンプルに、あ、ここではまあ決めるか、ここでも決めますか、決めましょう、いや、まあまあ、でもさっきね林さんも言ってましたけど、僕も確かに、どうします、この2人にあげますか、もうこれは、あ、この99さんと、はい、もうこれはなんか連携プレーみたいな、ね、うん、これ何だろう、はい、マジで、うん、この今回たまたまなのかな、そう、たまたまにしても違ったりしても結構盛り上がったということで、うん、ね、盛り上がったね、違うしてみるという、この99さんと、これですね、チャンアヤスさん、うん、がもしかすると違う場所で違う怖い経験をしてて、一つの体験談を生んでるかもしれない、うん、ということで、この2人の方にカードをお渡ししたいと思います、 おめでとうございます、これいいっすね、これすごい物語になっちゃった、すごい、うん、これいいっすね、こういう話も結構好きでね、うん、なんか繋がる話、そう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 、だから一回そのもう終わりましたけど、あのやってた番組があったんですよ、3日間の小さいおっさんを探すっていうロケをひたすらさせられるっていう、そうなんです、あの神社で、うん、はい、いや、その番組で唯一僕が記憶に残ってるのが、はい、橋があってね、池があって、そこにこの何ですか、釣りができるようにこのなんて長くなってる部分、うん、出っ張ってる部分ですかね、うん、木で、そこに男の子が夜中立つっつって、桟橋みたいなところ、あ、そう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 、桟橋、桟橋、で男の子ぼーっと立つみたいな、でよう見るとなんか口にくわえてるみたいなの都市伝説があったんですよ、うん、でそれを追跡したんですよ、うん、そしたらそこの桟橋で、まあその当時ですよ、だから、うん、もう当時はもう数十年前になるんですけどね、うん、その都市伝説があったのが、うん、その時に夜な夜なトランペットの練習をしてたっていう人が出てきたんですよ。お、本当にそこで、お、でこれ僕が実際ここの桟橋で、昔トランペットあったんですけど練習できる場所がなくて、夜とか吹くとうるさいって言われるから、みんなが寝静まって夜中に誰も人気がないこの場所に行って、夜な夜なここの前でトランペットの練習してたんですよって、うんうん、だからおそらくこの人のことを見た人が、うんうん、男の子が湖の上に立ってるっつって、これで都市伝説化したものだったっていうふうに解決したんですよ。解決したんだ。おそらくそうだろうみたいな。でもそうっぽいですよね。ですよね。だから、で僕それ見たときに、うわ、解決したと思ったんですけど、なんか見たことあるぞ、この仕組みと思って。うん、探偵ナイトスクープやなと思って。ああ、はいはいはい、はい。だそこで僕は、この番組多分もうそろそろ終わるなって。何か既存のパッケージに近づいていくと、まあ終わっちゃいますからね。見たな、これ。うん、これめっちゃ見たぞと思って。あ
でしょ。でんでんでんおお。あ、面白いね。面白い。好きですね。ということでございました。ありがとうございます。ね、まあ、本日ね、林さん、やっぱシンプル怖いですね。いやー、これシンプル怖かったね。どうだよ、これ。もう3人でイベントやっちゃうって意外といいんじゃないかな、これ。もしイベントだったら、はい、あなたは切ります。僕に権限はないけど。いやね、いらねえか。いやいやいや、いやいやいや、あのね、逆に岸本さんが呼びたがりますから。逆に、そうですね。なんかいいなと思っちゃった。なんかこれしっかりさ、うん、なんかこう、まあ、拓ちゃんもしっかりさ、全然まとめられるんだ。あえてね、そうやってるかもしんないけど。だから一緒になって、この楽しんじゃうじゃん。そうそう、それは、そう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 。バチッと。いいっすね、なんか3人でね。バチッとあるじゃん。めちゃくちゃいいっすよ。だから今度ね、あの、ちょっと新しく始まるやつでも、やっぱ、ガンジさんと林さんの組み合わせっていうのは、なかなか見れないっすよね。あんまそうですね。ね、そうだね、かぶんないし。あります、かぶったこと。 YouTube でもちろんコラボもさせていただいてるし。 あ、 そうそう、ありますけど、でもイベント一緒にならないですよね。なかなかないね。違うステージを生きてる人間だから。そうなんか言い方が含み、まあ、それはそうだね。そうそうなんだけど、違う上とかじゃなくね、違うステージがね。いやでもね、俺めちゃくちゃ接しやすいっていうか、やっぱ本当ですか。なんかこの楽しくなるよね、うん、やっぱそのなんかドライな視点とかもあるじゃん、うん、バチッと言われた方が感じさせる。なんかでさ、そうあるじゃん。もうタックちゃんもさ、急にさ、あのなんかあの奇数のタック出すときあるじゃん、奇数の。あ、まあ、そうです、はいはいはい、奇数と偶数のあれね、はいはい、そこだけ言うと分からなくなっちゃう。ごめんごめん、奇数と偶数のとか、でもタックは気づいてる。奇数と偶数ってそういうことなんじゃないかな。早っ。タレントさんに言うのおかしいけど、黙っとけよ。こういうのね、ちょっと黙っとけ。こういうの、こういうのが好き。黙っとけお前。大好きなんですよ、これ幹事さんは。黙っとくか。黙っとけ。もう終わりだからな。面白いな。終わりましょうということでございました。なんか林さん、近日中告知できることあります？これなんか8月の中旬ぐらいにこれアップされると思うんですけど、何かあります？いやー、ないな。そんなことないでしょ。あるでしょ、いっぱい。イベントないですか？中旬？なんか8月中旬以降の。いや、あるけど多分ちょっと出てこないっすね。なんだこいつ。大丈夫。自分の出演イベントから把握しとけよ。なんで出てこないんだよ。ギリギリになった。これがあったんかみたいな。おかしいだろ。山ほど出すぎててちょっと確かに。まあまあ、いろいろね。イベント出てますからね。確かにね。うるさいですね。ちょっともうまた。俺を見ろと、そういうことでしょ。俺を見ろ。とにかく。そうですね。あの MX とかで、うん、あの告知はしてるんで、はい、それちょっと見ていただければなと思いますけどね、はい。じゃあちょっとこの後編をですね、このシンプル声まだまだありますということで、はい、ここはあの月一ガンジで僕とガンジさんであれやらせていただきますんで、はい、そうですね、はい、そちらの方概要欄よろしくお願いします。お願いします、はい、というわけで、これから寝るという方はおやすみなさい。これから学校だよ、仕事だよという方、頑張ってください。以上、本日のゲスト、都市ボーイズ林さんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。